シェイン・ヘイストのリングネームで知られるシェイン・ベリーザーは、オーストラリアのプロレスラー。パース出身。WWE にて、スラップジャックのリングネームで所属。マイキー・ニコルスとのタッグチーム、TMDK 及び、ザ・マイティで知られる。学生時代は、クリケットや、柔道などの武道を経験。2003年2月に、オーストラリアのプロレス団体。 イポのパース大会における4位戦でプロデビュー。17歳、高校在学中でのデビューであった。その後、イポのマイキー・ニコルスとタッグチーム TMDK を結成、イポタッグ王座を獲得している。2010年に行われた WLW との和共祭のレスリングキャンプのトライアウトにパートナーのニコルスと共に合格。2011年2月21日。 留学生として初来日し、合宿所に入寮。2月23日のセム工業で、パートナーのマイキー・ニコルスと対戦し、日本デビューを飾った。また、ツアーに帯同し、試合を行いながら、セコンド、雑用もこなし、ノアのプロレスを学習した。ノア留学終了後も引き続き、ニコルスと共に、ノアへ参戦を続け、 セコンド、雑用を行いながら堅実に試合をこなしていき、ここ数年では、エディ・エドワーズや、ボビー・フィッシュと並ぶのアえの参戦数が多い、常連外国人レスラーとなった。12月15日の後楽園、ホール大会では、ニコルスとの TMDK で、GHC ジュニアヘビー級、タッグ王者の鈴木小太郎青木厚氏に挑戦。敗北を喫したが、 王者組を圧倒する連携の数々で観客から大きな声援を受け、王者組からその成長ぶりの速さと立派なノアの一員であるとの評価を受けた。その後体重の増加に伴いヘビー級へ転向。2012年、ノアに入団した新人のエリック兄弟の日本デビュー戦の相手を務め、勝利する。11月のグローバルリーグ戦に参戦。 初戦で優勝候補の丸藤聖堂を破る金星を挙げ、さらに GHC タック王者の斉藤秋都氏も破るなど飛躍した。他にもアメリカのロー、オベ、ティネなどにも参戦経験がある。2013年4月、ヘイストニコルスのタックがグローバルタックリーグ戦へ初出場。優勝進出はならなかったが、GHC タック王者の新日本プロレス。 飯塚隆矢野2から完璧な3カウント勝利を挙げた。5月12日、マイキー・ニコルスと共にプロレスリング、ノア所属となる。同日の高楽園ホールで開催されたノアの興業、箱舟新章のセミファイナルで、GHC タッグ王座 GHC タッグ王者の新日本プロレス、飯塚隆矢野2に、ヘイストニコルスが挑戦。 公正なるも反則ファイトに翻弄され逆転敗退となった。7月7日、有明コロシアムで行われた、グレートボヤージュ2013イン、東京七夕決戦から、みんなの願いで、飯塚矢野と再戦し、勝利、GHC タック王座を奪取した。9月7日のディファ、有明大会では、ケンタの保持する、GHC ヘビー級王座へ初挑戦。 2015年12月の後の契約期間満了。2016年2月11日、3月2日の DIFA、有明大会から10日の後楽園ホールまでニコルスと共に参戦。2016年3月25日、アメリカのメジャー団体である WWE と契約を交わし入団。4月12日、育成施設である WWE。 パフォーマンスセンターにてトレーニングを開始。同月22日、参加団体である NXT の NXT ライブにてデビューを飾り、ニコルスと組んで、ソーヤーフルトガンド、アレクサンダーウルフと対戦するが勝利するに至らなかった。5月19日、タッグチームの名称を TM61 へと変え、同時にリングネームをシェインソーンに変更。同月25日、 NXT にて TM61 としてトマソ・チャンパジョニー・ガルガノを相手にデビューを飾る。序盤より連携儀でタッグチームとしての格の違いを見せるが中盤よりチャンパからタッチしたガルガノよりガルガノエスケープを決められるとペースを握られてしまい最後にシャークイン・ザ・ウォーターを決められ敗戦した。2017年1月5日ザリバイバルとの対戦中に左膝を負傷。 長期欠場となる。2018年6月20日、タックネームをザマイティに変更。ウォーレーダースと対戦。序盤こそ豪大義を駆使して攻めるが、中盤より一方的に追い込まれ、最後には自身がフォールアウトを決められ敗戦した。12月14日、ミラーが家族の都合により対談。タックを解散することになった。ありがとうございます。